L3 は戦艦機にイタリアで開発され、第二次世界大戦まで使用された豆戦車。各形式を合わせ2000両から2500両が生産され、第二次世界大戦突入時、イタリア軍が最も多く装備する走行戦闘車両であった。イギリス製のカーデンロイド豆戦車の独自発展型で、当初 CV33 として採用され、 その後改良型の CV35、CV38 などが作られた。1938年、イタリア陸軍の車両分類名称変更により、それぞれ L3、33、L3、35、L3、38と解消されることになった。L3 は3トン級の軽戦車を指す。セリエは、英語でのシリーズにあたる。1929年、 イタリアはイギリスから4両のカーデンドイドマーク6を輸入、ライセンスを得て CV29 の名称で21両生産した。さらに、独自の発展型がフィアットとアンサルドによって開発され、フィアットアンサルド CV33 として正式採用された。CV33 はカーデンドイドマーク6及び CV29 同様の無法と2人乗りの豆戦車だが、車体は 完全に新設計のそれらよりも大幅に延長されたものとなった。カーデンロイドマーク6の初期の無害の戦闘室は着席した乗員の肩の高さまで装甲板があるのみで後期のタイプや CV29 ではこれにピラミッド型のハッチをつけた。これに対し CV33 では戦闘室が増積され上面には2つの平板なハッチを持つ。また、 乗員の配置は CV29 までとは逆に右が操縦手、左が社長兼機重手となった。前に軌道輪、後ろに誘導輪があるリアエンジンフロントドライブ方式である。エンジン室のデザインはその後の L640 系戦車や M1139 以降の抽選車でも踏襲された。1935年には紹介量型である。 CV35 が登場する。もともと CV33 では戦闘室が溶接で組まれていたが、イタリアでは溶接技術が未熟だったので CV35 では堅実なリベット接合に変わっている。武装は CV33 の初期生産型ではフィアットレベリー m 1 9 1 4 6 5ト、mm、ル重機関銃1丁、後に8ト、mm、ル重機関銃2丁となり、これが CV35 まで標準となった。その他、ゾロターン S-1820mm 対戦車ライフルを搭載した対戦車型、火炎放射型などのバリエーションも作られた。1938年には、トーションバーサスペンションを使った足回りを持ち、窓 17mm 機関銃2丁もしくは、ブレナ M3113.2mm 重機関銃1丁、もしくは、 ブレダイム 3520mm 機関砲1門を搭載する改良型 CV38 が登場するが、これはごく少数が作られたのみに終わった。各タイプを合わせた生産数は2000両を超え、これはカーゲンロイド豆戦車の海外での発展型の中では、フランスのルノー上牽引員ソ連の T-27 に次ぐ大量生産であった。l c v 系列は、 1935年のエチオピア侵攻に投入され、さらには1936年のスペイン内乱でも使用された。本来、偵察、警備用の軽車両として開発されたものだけに、この時点ですでに、その弱武装と軽装甲は、第一線で使用するにふさわしくないことが明らかとなった。無法等のため機銃の左右の社会も限られた。とはいえ、 第二次世界大戦に突入した時、イタリア軍が装備する戦車は約100両の M11、39を除いては L3 のみで、その後もイタリアが参加したほぼ全ての戦場で使われた。ただし、連絡や広報警備など限られた用途以外に、その活躍の場は少なく、すでに1940年末時点で最前線で使われる L3 は少数であった。 CV33 は1939年12月の混乱絶起の戦いでも中国国民党軍によって使われた L333L3 系列の最初の量産型。車体上部の後部左右の三角コーナーと天井部分が電気溶接。その他はチンガシラ病と金属パテによる電気溶接風化粧加工。最初の生産ロットの競り合いは フィアットレベリ M1914 6.5mm 重機関銃1丁装備、セリエ2からは 8mm 重機関銃2丁装備、L3、35L3 系列の2番目の量産型。電気溶接と走行表面化粧加工の工程を省略、イコーリベッド接合構造。8mm 重機関銃2丁装備、L3 増加走行型現地回収。 L3 火炎放射戦車 L3LFL33L335 ベースに通常型の機銃を撤去し代わりに火炎放射器を装備した火炎放射戦車 LF はランチやフィアメイを示す火炎放射戦車としては最も初期のものとされる小型の車両のため車内に放射用燃料や放射用圧縮ガスは収容できず車体後部に専用の走行トレーラーを ケイン、2本のホースで燃料、ガスを供給した。L3、38をベースに、車内に放射用燃料や放射用圧縮ガスを収容した後期型も存在した。1941年、北アフリカで連合軍に露革された L3CCL3、CCL3、35をベースに、8ト、mm、ル重機関重2兆を撤去し、代わりにゾロターン S-18。 1100もしくは S-18、1020mm 対戦車ライフル一1門を装備した火力強化型。CC はコントロコロを示す北アフリカ戦線でおそらく現地回収で少数が改装されて使用された L3 自走迫撃砲、L335 ベースにブリックシア 45mm 軽迫撃砲を戦闘室上面前方左側に仮装したモーターキャリア、 おそらく現地回収で少数が改装されて使用された L3RL3 ベースの無線指揮車 R はラジオを示す武装を撤去し無線機と地図机を装備戦闘室上面から機関室後端にかけて大きな半円形のループアンテナを装備 L3 空艇戦車 L3 ベースの空艇戦車サボイアマルケッティ SM-82 を募気とし その胴体中央下のくぼみに埋め込まれる形で、検証され空艇輸送される。重量の L3 と数機の SM-82 が改造された。L3 対空戦車、L3 ベースの対空戦車。L3 回収戦車、L3 ベースの回収戦車。L3 無線誘導戦車、L3 ベースの無人ラジコン車。爆破作業用。L3 パッセルラもしくは、L3 エッタポンテ、L3 ベースの佳境戦車。 車体前方にブリッジ、車体上面にウィンチとアームを装備した公平用車両、数量が改装された。セモベンテ L3-47-32939 年に開発された L3-35 ベースに戦闘室装甲を取り払い、47mm 対戦車砲を搭載した自走砲型。同砲を搭載、操作するには車体が小さすぎ、 全面の棒立ての他は、乗員を守る装甲もなかったために、試作のみに終わった。同法が搭載された、自走砲としては、L6 ベースのセモベンテダ47、32が量産された。L3、38、L3 系列の最終型。本来ブラジルへの輸出向きに開発されたもので、ブラジル軍の生産の後は、1942年から1943年の、 イタリア級戦まで生産された。少数がシチリア島防衛戦で使用された他は、ほとんどがドイツ国防軍に露飼されて使用された。片側4個の天輪を2個ずつの2組にして、トーションバーで喧嘩。第4天輪と誘導輪の間に、超旅調整用ローラーが片側1個、上部支持輪は片側2個、立体も新型になっている。武装は、 窓ン7 m m 期間12兆もしくは、ブレダ M3113.2mm10 期間11兆もしくは、セモベンテ形式で、ブレダ M3520mm 期間法1門とされる。CCITIPO1937 もしくは、カルロアルマート L3K 戦車スペイン内戦時の1937年に、反乱軍側によって、 スペインのセスタオのクンの交渉で開発された試作車両 CCI ティポ1937とは1937年型不評戦車の意味 CCI はコロデカムバテでインフォンターの略不評支援が目的であったことからスペインで開発された試作車両だが足回りが L3 の流用なのでカルロ・アルマート L3 系戦車という名称でイタリアで開発された 試作車両として、間違って扱われていることがある。ただ、本社の開発には、イタリア人技術商工の協力があったとされる。L3 の足回りを流用し、新造された車体と砲塔を持つ、軽戦車で、キュポラ付きの旋回砲塔に、ブレダ M3520mm 機関砲一門、車体前面右側に、ブレダ M38 車載機関12丁を装備していた。乗員2名。 キューポラハッチのほか、車体両側面に両開き式の乗降扉があった。全長 3150mm、全幅 1500mm、全高 1650mm、クリアランス 190mm、戦闘重量4トン、満車性100馬力ディーゼルエンジンを搭載、最高速度時速 36km、航続距離 200km、走行はニッケルクロム工で、 走行圧5から1 5ト、mm、ル、3 0両が発注されたが7 9 2ト、mm、ル鉄鋼弾に耐えられないことから試作車1両のみで量産はされなかった。外観は前年に共和国側によってセスタオ・ノサ君の交渉で開発された1936年型トルビア系戦車、別名トルビアナバルトやや似ていた。車体後面の台形のルーバーや 車体側面の乗降扉や全体の傾斜走行などトルビアナバルと CCITPO1937 には多くの類似点がある。トルビアナバルは16両が完成し、戦闘で生き残った9両が反乱軍側に露飼された。セスタオの左軍の交渉は反乱軍側に占領され、反乱軍側によってトルビアナバルの後継車両の殺球の開発が命じられ、 開発されたのが本社であるトルビアナバルの方がやや大きく足回りは全く不正規走行に向いていなかった CCITPO1937 が足回りを L3 から流用したのはそのためかもしれないオーストリア1935年から1937年にかけて70両余りの CV33CV35 が輸入されたこれらは 武装がオーストリア製のシュバルツ・ローゼ機銃に換装されていた。大ブルガリア広告1935年14両の CV33 が輸入され、訓練用車両として使用された。これらはオーストリア向け車両同様、シュバルツ・ローゼ機銃1丁を装備していた。中華民国1936年20両の CV35 が輸入され、ビッカース・ロットン戦車。 t-26 などとともに陸軍第200師団に配備されて対日戦に投入された。国境内戦でも使用するも中国共産党軍に露覚された。ハンガリー王国1938年150両の CV35 を輸入 35M アンシャルド豆戦車として採用された。ハンガリーの c v 十五は機銃マウント部が改装され、武装は 国産の 34AM8mm 基準2丁に変更された。一部の車両は、車長席上に、キューポラが設置された。これら車両は、スロバキア侵攻バルカン侵攻で使われたが、ついで投入された、東部戦線で大損害を被った。ブラジル1930年代末、約23両を輸入。CV35 が主で、若干の CV38 が混じっていたらしい。 クロアチア独立国1941年以降、若干の L3 を供与され、これらは主にウスタシャ軍によって国内のタイパルチザン作戦に使用された。また、そのうちいくつかはパルチザン軍に露覚されて使われた。ドイツ国1943年のイタリア降伏、ドイツによる占領当時も相当数の L3 が在籍しており、接収したドイツ軍では、 ポンツァーコンプフバガン CV35731 の名称で警察部隊他が使用した火炎放射戦車型にもポンツァーコンプフバガン L33732 の外国兵器機材番号が割り当てられている。スペインスペイン内戦において1936年末以降 L3 が反乱軍に供与された。イタリア義勇軍の L3 を反乱軍が使用したこともあった。 他、アフガニスタン、アルバニアなどが少数を輸入したとされる。また、ギリシャは進行したイタリア軍から、若干の L3 を六角使用した。ガールズパンツァー、アンツヨ高校の使用戦車として、通常型の CV33 が複数登場。ガールズパンツァーリボンの武者前日の漫画スピンオフ作、アンツヨ高校の主力戦車として登場する。 通常型の CV33 と CV35 の他に 20mm 対戦車、ライフル、ゾロターン S-18、1100、多項式脳型タイのマズルブレーキであることからわかるを備えた CC 型も登場。フルオート射撃による連射が可能なので戦闘力は高い。史実の CC 型と異なり、車体前方左側の車外に剥き出しで仮装されている。 そのため発砲する際は、車体左側の機銃手が、車外に上半身をさらす必要がある。しかし主に車高の低さを生かして、茂みなどに隠れ待ち伏せる副兵として使われているので、問題とはならないようである。また、8mm 重機関銃2丁も装備したままである。ガールズパンツァー劇場版アンツェオ高校の使用戦車として、CV33 が登場。 乗車定員は2名だが、アンチョビ、ペパロニ、カルパッチョの3名が登場する。RUSE イタリアの軽戦車として登場。バトルフィールド1942モット、フォゴトゥン、ホープシークレットエポンに、イタリア軍兵器として登場。火炎放射型や S-18 体、戦車ライフル搭載の対戦車型も登場する。パンツァーフロントオースフ、BL3。 35の 8mm 搭載型と対戦車ライフル搭載型が登場。ウォーサンダー L3CC がイタリア陸軍実装法ツリーに実装されている。ありがとうございます。